皆さん、はい、超チューバー始まりました。え、何が始まった。違うね、超チューバーっていうこと自体にちょっと最近疑問を覚え始めた。超チューバーズじゃね、正しくは。でやっていきます。超チューバー、え、さあ、ということで、はい、今回はボドゲ企画になります。ボドゲ、あらあら、大好きでしょ、みんな。すごい今流行ってますよね。ちょっとその流行りにまた再び乗ろうと、俺たちもやっちゃおうということで、ボドゲ用意しました。こちらドーン。たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧げよう。ねえ、これはもうごめんなさい、そうそう、懐かしいんですよ、皆さん。やったことある、あるやったことがありますよね。ある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 。まあでもこれに関してはね、定期的にやらないと、むしろこれはチェックしないと。年齢的にもね、やっぱりプロポーズという言葉、いつか来るかもしれない、一言でもないし。なるほど。やっぱ8号車に対してライブごとにプロポーズしてるようなもんですから。でしょ、私8号車に向けてはしてる。プロポーズ力見たいなということもあって、こちらやっていきたいんですね。いいじゃないですか。なんか概要とかもね、説明しなきゃいけないんですけど、うん、まあでも確かに、やめたやめた。ここにあるものだけを使ってプロポーズを完璧にしてくれってことでしょ。そういうことです。なんか山札があって、一人なんか6枚ぐらい引いて、うん、手持ちのこのカードもあるんですよ、うん、これはもう絶対何回でも使ってよくて、うん、これらと引いた6枚を自由に使ってプロポーズの言葉を作る。いかなる状況でもこれを見ている人に胸キュンさせることができる俺らプロポーザーってこと。プロポーザーでも一応女性役一人決めて、3人がプロポーズをして、なるほどね、一番胸に響いた人の指輪を受け取る。で、最終的に指輪を受け取ってもらえなかった人が負けた。あ、なるほどね。はい、はいはいはい。まあでもね、説明だと難しいんで、やってみる、実際にやってみて、見てる人も、あ、これどういうことってなってるか、実際にやってみましょう。おー、いいじゃん。いや、めっちゃいいよ。で、僕が女性なので、ちょっと僕を落とすような、はいはいはい、はい、で、一番最後は結婚してくださいという言葉。なるほど。は決めね、お願いします。めちゃくちゃいいじゃん。まあ、30秒、長くて30秒ぐらいかな。まあまあ、時間いらないかな。いらないですか。じゃあもういいですか。早くね。時間いらないっつってた人が一番なんか並べてる数少ないけど、大丈夫それは。あんたが言ったんだよ、ゆきさん。あんたが言ってた。動画じゃねえんだよ見てる、見えねえじゃねえんだよ。時間がかかりすぎると、じっくり考えたプロポーズの言葉ってなっちゃうよね、それで言うと。でしょ。そうね、確かにね。そんな、そうなるよね。無理して反応しなくていいよ普通に自信ある方からプロポーズしていきましょうか。自信ありますよ俺。じゃあまさひろからいいですか。あ、もういいんすか。じゃあ先に行っちゃって、プロポーズを。僕は、お、君を。おい、はいはい、すごいね、でかいね。君は、お、僕は、おお、なんか歌詞みたいな。鬼のように、鬼のように絶対に大切にするよ。おお、あ、はい、これです。鬼のように絶対に大切にする。もう鬼のようにです。もう最上級の守り方、すごい鬼。鬼まっすぐでしたね、でもね、はい、はいはいはい、以上です。いいですね、いいですね、ありがとうございます。さあ、続いて行く。いいよ、先行って。じゃあ僕行きますね。君は僕の女神。幸せって消すことのできない君を消し去ってあげるよ。え、え、どういうこと。結婚してください。どういうこと。君は僕の女神を理解できたわ、うん、幸せって消すことのできない、うん、幸せ消えないよ、ね、君を消し去ってあげるよ。消された。怖。もしかしたらこういうの好きかもしれないですね、うん、消されたい。そう、消されたい、消されたい。いるかもな、ね、いるかもしれない。さあ、そしてゆきさんも5分ぐらい考えてる。はい、いきます。また考えたらもうできてたんで、ずっと。あら、うん、ぐちゃぐちゃ入れ替えて、入れ替えて。お願いします。はい、ああ、ないと、ああ、いてほしい。僕が君の家族になってあげるよ。じゃじゃ馬な君を愛してる。一緒に僕をてんてんてん。指輪見せてるし
ナイト。どういうナイトなのそれ。いや、夜、夜の方。この人は夜のことナイトっていう人だから。モーニングっていう人だから。夜寝てほしい。あ、モーニング。意味わかんないけど。さあ、ということで、ちょっとまあ本番やっていきたいんですけど、はい、最後まで指輪が残った人、はい、罰ゲームがございます。え、あんのそういうの。はい、いいよ。バラエティしちゃってんじゃん。負けた人は、たった今考えた謝罪の言葉を君に捧げよう。をやってください。謝罪？あ、これカード使ってってこと？違うでしょ。使ってみる？一回やってみる。3枚ぐらい使ってやってみる。使って。じゃあ、それでは、はい、見ていきましょう。いきますよ。せーの。はい。あ、いいね。うん、わー、いい言葉あるよ。やっぱキュンキュンさせてほしいですよね。オッケー。はい、できた。うわ、早い。もう、はいはいはい。もう、もうこの時点でもう。結構もう、まあ、この時点で高いポイント高い。早いと。完成。完成。あ、早いとポイント高い。無理だ、俺。これ無理だよ。完成。はい、完成。これ無理だわ。アドリブでいくよ、その場の。それゲーム変わってくる。ゲーム変わってくる。すごいことしようとしてる、彼。一番早かった、りょうくん。あ、じゃあ、はい、僕から やらせてください。はい。いきます。よ、これ。君は、ウェディングフォーリンラブ。胸が、はち切れそうさ。僕と、超、暮らさないか。結婚してください。あー、なるほど。あー、素晴らしい。真ん中のライン、ちょっといいっすね。ありがとう。ちょっと検討しました。素晴らしいです。待ってくよ。じゃあ次、夏に俺ね。ほら、声、声の大事。声の大事。大事。いきます。そっか。君は、誰よりも美しい。お、失いたくないんだ。君を大切にするよ。結婚してください。お、いやもう完璧。お、もう完璧じゃん。もう本当にすごいね、いいな。まず相手を褒めるってラインね。ね、確かに、うん。自分の気持ちを伝えて、うん、どんどんいい調子ですね、なんかね。大切にする。いい。どんどんステップアップしてる。まあ、じゃあ最後。いくよ。運も実力のうちですからね。引くカード。引くカード大事。神様がいるなら強がりな君を一瞬でキス死ぬまで愛してる君はおしとやかな僕だけの結婚してください言葉詰まってたのかなアロハくんね、やったーやったー、そうお願いします、ありがとうございます。まあまあそうか、ここやったら行きたいな、最後するな、ぶつって切れちゃった、やめよ、結婚してなかったのよ、何もごめん。まありょうくんも結構好きですよね。いや、りょうくんすごい、いや、りょうくんすごいじゃん、し全部俺と超暮らさないか超いいね、超暮らしたい、その時にかけて、そうです、超そうです、いや、アロハだな、めちゃくちゃもうアロハくん超暮らしたね、いい、この辺でもう遊びはアロハ、いいですね、全然。あ、じゃあ俺が女性やるわ。あ、はい、私が女性しますね。じゃあ6枚、せーの。いきます。はい。誰にしよっかな。あー、なるほどね。うち結構 S 系の人好きよ。あ、なんかそういうのがある、ね、いいヒント、ヒント、ヒント。それいいよ。結構癖強めの好き。なるほどね。君を苦しめたいとかすごい好きかも。あー、逆に縛られたいな。うん、ずっと待ってるんだけど。おい、さっきあんなに早く終わってたのに、なげえな急によ、めちゃくちゃ長いよめちゃくちゃ長い、あーでもな、でもな、違うからちょっとしてよ、ちょっとやめようかな、早くしてよ、よし、いける、お、来ました、じゃあマー君から。僕は永遠にドキドキする、え、なんちゃって、え、苦しい時一緒に墓に入ろう。僕は君を愛してる。結婚します。
おお、これです。素晴らしい。すごい、もう苦しい時に一緒に墓に入るのちょっとキュンとしました。お、ポイント高いです。やったっす。ありがとうございます。最高に可愛い。ん、うん、僕だけの、うん、命よりも大切な君を愛してる。結婚してください。ああ、いいんじゃないですか。これも素晴らしいよ。最高に可愛い。いいでしょ。あら、なんかキュンときてるよ。キュンときてる。じゃあラスト見して。あなたのプロポーズ。はい、僕は鬼。鬼来た。幸せのことで頭がいっぱいさ。君の運命。運命？きっと大丈夫。きっと。きっと。愛してる。愛してる。いや、ベイビーかよ。結婚してください。やべえやつだよ、これ。愛してる。これやばい人だわ。失礼、鬼だからさ。じゃあ、ママ決めてもらおう。うわぁ、迷っちゃうな。結構ちゃんと作ったよね、今回は。自信があるぜ。でも、やっぱ私も一緒の墓に入りたい。よっしゃ、ありがとう。ええー、やったー。めっちゃいいよ、見たことない。ありがとう。一緒に墓に入ろう。もらっちゃったー。これまずやばいわ。ちゃんと決めに行ったはずなんだよ。あと、きっとね、愛してるもね。きっとじゃなくて、やっぱ、めちゃくちゃとかが良かった。ちゃんとね。強気言うつだよ。ね。一緒って何よみたいな。そっちかなっていう。さあ、次行こうか。はい、ということで今、指輪が残ってるのが僕と友人なんですよ、はい、ここがもう相思相愛なんで、いい感じだったんだけど、素晴らしいカップルので、ちょっと頂上決戦、ここの一騎打ちで、女性役をもう、まさひことアロハにしてもらって、はい、二人で話し合って、どっちの指輪を受け取るか決めるという。なるほど、うん、逆に二人から愛される最高の彼氏ってことになりますから、ね、そういうことです、うん、ここはもうゆっくり時間かけてもらって、せーの、最高の傑作作ってください。もうなんなら2、3枚ぐらいならカードチェンジしても大丈夫です。トレードあり、トレードあり、トレードあり。わぁ、ちょっとトレードしたい。ちょっと3枚もらっていいですか。オッケーです、オッケーです。じゃあ、ちょっと俺も3枚適当に引いたら面白いカードあったんで、ちょっと僕もじゃあついでに考えます。俺も考える。オッケー、できた。じゃあ行きますか。ヤガくん、ヤガくんから行こう。お待たせしました。はい、じゃあここに、うん、ここですね。起きたの、はい、って。ごめんね、たのごめんね、お待たせ。2人待ってました。君に触れると高ぶる太陽の魔法をかけられたんだ。感じるんだ。君を抱きしめたい。結婚してください。おお、おお、これはだいぶ高度な。結構レベル高いよ、これすげえ。これはだいぶ高度ですね。高ぶる太陽の魔法をかけられたんだ。新しい表現、ね、ずっと熱くなっちゃうというか、うん、なるほど。君のことを考えるだけで頑張れるし。おお、なるほど。そんなもう太陽のような自分でも相手を焦がしちゃうかもしんないけど、それでもいい。それが愛の形として感じられるのなら、君を抱きしめたい。抱きしめたい。そして何したい。そしてその皆既日食を。皆既日食を。皆既日食を起こしたい。起こしたい。はい。そして、そしてまた新たな惑星を生みたい。第2位。なるほど。ビッグバン。ビッグバン起こしたい。君とビッグバン起こしたい。なるほど。いいんじゃないですか。本気でいきますよ。高校ゆきさん。はい、いきます。僕は君を愛してる、はい、バージンロードを歩きながら、うん、僕の本当の奇跡になってくれないか。変かな。あー、ちょっとテレ屋さんだ。結婚してください。あー、いいんじゃないですか。全然違う角度でね。マジでだいぶ気に入ったよ。結構ガチっすね。変化な。変化の使い方よくない、これ。どっちも良すぎて、ちょっと決められないわね、これ。これはちょっとじっくりちゃんと決めてほしい。まあまあまあ、じっくり考えてくれてもいいし。じっくり2人目つぶってもらって決めようか。目つぶりました。はい。ね、そうだよね。やっぱそうなんだよね。いやー。どう？すごいどっちも良かったんだけど、うん、やっぱかな。まあね、おもろいよね、うん、言葉もおもろい。はい、決めました。はい、いや結構迷った。結構ちゃんと迷った。マジで頼むぞ、うん、じゃあアロハ代表して受け取ってもらおうか。はい、アロハに渡しとけばいい。私が決めたのは
お願いします。ヨガくんでした。お願いします。強く熱くね、抱きしめられたいし僕の太陽フレア見せちゃうぞ。あと黒点もでもね、俺のこのね、ゆうきくんのはい、ゆうきくんのこれ良かったっすよ。本当の奇跡になってくれないか、ちょっと結構好きなの。本当に迷ったんだ、ね、めっちゃ迷った、ね、めちゃくちゃ迷った、迷ってくれてたね。でももうアロハはもう即答で、即答だった。やっぱ変なんだね、アロハって断られた瞬間になんかねここでも使えない、変なんだね。まあじゃあそういうことで罰ゲームはゆきさんが勝ちましたね。たった今考えた謝罪の言葉を君に捧げる。これで、ね、これで、ね、もう本当に5枚引いてみる。5枚でいいの？5枚とりあえず引いてみて、そこのカードを使って謝罪しよう。謝罪の言葉があるかどうかもある。うまく使える。何もごめん要素ないんだけど。いけるいける、お前なら。じゃあなんかじゃあ定型文最初にじゃあ結婚してくださいじゃなくて、うん、じゃあその謝り。一番最後だから結婚してくださいじゃなくて申し訳ございません。あオッケーオッケー、それがいいんです。にすれば行こう。俺たちと全視聴者に謝罪。うん じゃあここにお願いします。行きます。来たゆうきさん。来た。この度はあの日見た夢、僕は君なしでは考えられない、僕だけのメロメロパートナー愛してる、大変申し訳ございました。こうなる、こうなるよ。